こんにちは、ハイズラボですこの2011年に購入したノートパソコン HPG62 ですが CPU が V140 メモリーが 2GB と貧弱なため一瞬止まったり動きがカクカクしたり満足に使えませんでした。 そこで今回は CPU 交換とメモリの増設をしようと思います。ちなみにこのノートパソコンは CPU に行き着くまでの工程が多いので覚悟してください。まずバッテリーを外します。 プラスドライバーで、カバー・固定ネジを5箇所外します。カバーを2箇所外します。無理やり外すと、カバーや爪が割れてしまいますので、注意してください。 プラスドライバーでハードディスクマウンタのネジを3箇所外します。1箇所奥まった箇所にネジがあるので見逃さないようにしましょう。ハードディスクマウンタを外します。 コネクタがつながっているので、コネクタも外しましょう。メモリーを外します。 プラスドライバーでネジを20箇所外します。ネジが見えにくい箇所があるので見逃さないようにしましょう。 内蔵の光学ドライブを取り外します。キーボードを外します。底面のキーボードを止めてあったネジ穴に細い棒などを入れて押し上げるとキーボードが軽く外れます。 あとはキーボードの爪に合わせて取り外します。外れたからといって、無理やり引っ張るとフラットケーブルが切れてしまいます。キーボードを軽く浮かしてフラットケーブルを抜きます。 これでキーボードが取れます。キーボード下にあるネジをプラスドライバーで外します。軽く浮かす程度までカバーを外します。 カバーに接続されているケーブルを4箇所抜きます。 カバーを完全に外します。やっとマザーボードが見えました。ただ、見えているのはマザーボードの裏面。表面に CPU があるので、完全にマザーボードを取り外さないといけません。気を緩めずに慎重に作業していきましょう。 ケーブルを4箇所抜きます。 プラスドライバーでネジを3箇所外します。マザーボードを本体から取り出します。マザーボードの表面側に1箇所ケーブルと無線 LAN コネクタが接続されているので取り外します。 やっとマザーボードが取れました。ヒートパイプのネジを3箇所外します。ヒートパイプとファンが一体となっているので、ファンのコネクタを外して、ヒートパイプとファンを外します。 見ての通り、さすがに9年も経過しているので、グリスが固まっています。このノートパソコンのマザーボードは、黒いネジを180度回して CPU を固定するタイプです。マイナスドライバー等を使ってロックを解除してから CPU を取り外します。 新しく取り付ける C. P. U. はこちら。A. M. D. アスロンツーの P. 三百六十。中古で安く手に入りました。購入した C. P. U. を取り付けます。C. P. U. は取り付け位置が決まっています。C. P. U. の角に三角マークがあるので。マザーボードの C. P. U. 装着箇所の三角マークに合わせてセットします。 マイナスドライバーで黒いネジを180度回して CPU をロックします。ヒートパイプの古いグリスをエタノールやアルコールが入ったウェットティッシュ等で拭き取ります。 次にグリスを塗ります。以前の動画で紹介したクマさんグリスを使用します。CPU の銀色の部分に米粒程度のグリスをつけます。ヘラを使ってグリスを薄く均等に塗っていきます。グリスを塗り終えたらヒートパイプとファンを取り付けます。 プラスドライバーでヒートパイプのネジを3箇所締めます。マザーボードを本体に取り付けていきます。取り外しの逆の手順なので、詳しい説明は割愛します。 購入したメモリーを2枚挿します。 最後にバッテリーを戻して完成です。早速起動してみましょう。システムインフォメーションを選択すると現在の構成が表示されます。プロセッサタイプを見ると無事 AMD アスロン2。 P360 となっていますメモリーも 4GB と問題なく認識しています正直、CPU 交換は面倒でしたがメーカーやモデルによって作りが異なるので毎回勉強になりますここまで苦労して完成して喜びも大きいです CPU 交換、メモリー増設をしたので この際、ハードディスクから SSD 交換と Windows 10クリーンインストールをしようと思います。次回をお楽しみに。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いいたします。